かつて太陽系に千年周期の楕円軌道を回る一つの惑星があった。だがある周期を境に太陽系を離れ、宇宙の海をさまよう孤独な遊星となってしまった。その星の名はラーメタル。千年に一度の春も失い、永遠の闇と氷に閉ざされてしまった。ラーメタルの全ての命を救うため、新たに女王の座についたラー・アンドロメダ・プロメシウムは苦渋の決断を下した。厳しい寒さに耐えられるよう、人の体を機械の体に改造し、ラーメタルの命の火が消えないように願った。はじめは機械化人の全てを制御していたプロメシウムだが、やがて自らが生んだ機械生命体に裏切られた。そして機械化人たちは次第に全宇宙に勢力を拡大していったのである。星の海の支配者となるために。しかしその運命に立ち向かう者もいた。宿命を背負った少女が一人。私は歩き続ける。運命という名の無限に続く軌道の上を。私の目指す終着駅はきっと未来へとつながっている。そう信じて私は戦い続けよう。時の輪が巡り、この体が朽ち果てようとも、私の思いが消えることは永遠にない。私の名はメーテル。悲しい戦いのために宇宙をさすらい続ける女。あの時、私は故郷ラーメタルに帰る列車の中にいた。ラーメタルに帰ることが私の宿命なのだと自分に言い聞かせながら。シティミュー行政担当部からの定時報告です。A ブロック目標達成率 95%、 B ブロック同じシステム管理コードはイエローからグリーンに。液化炭酸ガスの混合比率を現在より 15% 以上設定することによる。 A ブロック全体の中央行政管理局から報告。 D3 地区の作業効率が低下しています。至急対策を取られたし。 D3 地区というと中央ステーションの担当か。まもなく39号がメーテル様を乗せて到着する。状況を報告しろ。こちら D3 地区。宣告より天候の悪化に伴い気温が低下、作業人員は著しく体力を消耗している模様。作業の目標達成率は 70% に落ちています。もたもたするな。次期女王となられるメーテル様をお迎えするのだ。凍えさせるような指令があってはならん。しっかり働け。おい、しっかりしろ。恐れをするな。作業に専念しろ。この程度の衝撃にも耐えられるとは、不便な体よ。体調不良を訴える者が12名。このままだと作業効率はさらに 5% から 8% 低下するものと思われます。役立たずの人間どもは処罰しろ。待ちなさい。人間たちをむやみに苦しめることは許しません。彼らも我がラーメタルに生きる同胞なのです。お言葉ですが女王陛下、あの者どもは機械化手術を免除する条件としてあの作業についているのであります。そのように甘やかしていては他の人間どもに示しがつきません。良いのです。女王であるこの私が許します。ラーメタルの女王、ラー・アンドロメダ・プロメシウムが。かしこまりました。あの者たちも陛下のお慈悲に感謝することでありましょう。毎度ご乗車ありがとうございます。当39号は間もなくラーメタルに到着いたします。お降りの際にはお忘れ物のないようくれぐれもご注意ください。次はラーメタル、ラーメタル。いよいよラーメタルか。
39号を捕捉しました。帝国通りにラーメタルに向けて運行中の模様。よし、我らの野望に向けての記念すべき第一歩だ。撃て！当スリーナイン号はただいま正体不明の敵から攻撃を受けた。大丈夫ですか？ご心配なく、スリーライン号は防御は万全です。入った。スリーナイン号より救援要請を受信しました。何ですって？正体不明のステルス艦より攻撃を受けているとのことです。すぐに妖撃部隊を救援に向かわせなさい。はっ。しかし F 区域を紹介中のレオパルト司令と連絡が取れません。誰が指揮を取ってもよい。はっ。メーテルを死なせてはなりません。大丈夫かよ。こんな時は下手に動かずにおとなしくしてた方がいいぜ。ついてねえな。スリーナインは宇宙一安全だって聞いたから乗り込んだのに。あなた密航者？え、バカにすんな。整備士で雇われてんだ。バイトだけど。じゃあなぜそんなところに？ああ、人のことを覗きかなんかだと思ってんのか。気分がいいな。もうあんたが寒くねえようにヒーターの点検してやってたんだぜ。ほら、この燃料ユニットを調整してたんだよ。そう、ごめんなさい、悪かったわ。わかりゃいいんだ。俺、ナスカ。こいつはルンナってんだ。あんた、どこまで行くんだい？言えねえのか。なんか、訳ありってことか？それとも心細くて口も聞けねえのか。ま、無理もねえや。こんなドンパチに巻き込まれたんじゃな。あなたは怖くないの？そりゃ死ぬのは怖いさ。だけど俺には。私はメーテル。ラーメタルに向かう途中よ。ラーメタルだって？ラーメタルを知っているの？ああ、いや、行ったことはねえけど、あの星にはもう人間なんていねえ。とっくに機械化人に制圧されちまってるって聞いたぜ。そう。そんな星へ行って一体何しようってんだ？知らない方がいいこともあるわ。スリーナイン号より入電。シールド解除まであと3分。緊急事態です。妖撃部隊発進。スリーナイン号発見。距離4500。後方に地点下を確認。直ちに認識行動分析に回せ。敵妖撃艦我が方へ接近。ロックオンされました。発射。スリーナイン号、まもなくラーメタル領空圏内に入ります。邪魔が入ったか。なかなかやるじゃないか、おもちゃの兵隊。ステルス艦反転していきます。追跡しますか？その必要はない。このままスリーナイン号を護衛してシティミューに帰還する。なんとか命拾いできたようだぜ。そうね。じゃあここでお別れだな。もし命があったらまた宇宙のどこかで会おうぜ。え？愛するメーテル、ラーメタルへ帰ってきておくれ。そして私の後を継ぎ、ラーメタルの女王となっておくれ。いかにラーメタルのためとはいえ、全人類を機械化しようなどと考えた私が愚かでした。ラーメタルはこれから人間と機械化人とが共存できる星として生まれ変わらなければなりません。そのためにはメーテル、あなたの力が必要なのです。
メーテル。お母様。メーテル、よくぞ帰ってきてくれました。お母様、お体は本当にもう。ええ、見ての通り、今の私はもう機械の体ではありません。昔のままのあなたの母。お母様。ブロメシウム！お前だけは絶対許さねえ！お下がりください。そんなもので何ができる？プロメシウムの娘だとはな。こんなことならツリーナインの中で助けなきゃよかった。黙れ、ここ引っ立てろ。直ちに処刑の準備を。お待ちなさい。メーテル様。この少年、私が取り調べます。しかし、なぜ母の命を狙ったのか少し聞いてみたいこともあります。何者かの陰謀であると。それを調べると言っているのです。しかし、メーテルに任せましょう。はよく決心してくれましたね、この星の女王となることを。このシティミューも見違えたでしょ。あなたがこの星を離れた時、町は雪と氷に覆い尽くされ、ただ滅亡を待つばかりでした。ラーメタルの機械化が進み、凍てついていた大地は機械の外殻に守られ、徐々にかつてのような活力を取り戻しつつあります。やはり機械の力は素晴らしい。大自然の力に抗うにはこれしか方法はありません。ラーメタルが生き延びるためにはやはり機械化するしかないとお考えなのですね。それがこの星の定め。ごちそうさまでした。もう良いのですか？残りは再合成して人々に分けてあげてください。くそ、人をこんなガラクタ置き場に放り込みやがって。いっそ牢屋にでも閉じ込めとけ。どうせ機械化人は全員女王様の忠実なしもべだから、牢屋も必要ねえってわけか。おい、カゾー、メーテル様がお会いしたいそうだ。ナスカ。くそー、あいつ、ここから出せ。なぜ母の命を。俺はプロメシウムをやっつける。お前があいつの娘だってんならお前も許さねえ。母のしてきたことがそんなに許せないの？機械の体になりてえ奴は勝手になればいい。だけど俺は真っ平だ、バカ野郎。メルだって、あいつだって人間のままでいたいって言ってたんだ。なのに。その人、大事な人だったのね。いいからここから出せ。出せないなら人を前に殺しやがれ。やるよ。だけど忘れるな、俺たち人間は絶対に負けやしない。今のあなたには
殺す値打ちもない。なんだと？本気でやりたいことがある人間なら死に急いだりしないからよ。まだ聞きたいことがあります。処刑を急がないように。F 空域を航行中のレオパルド司令との通信が回復いたしました。すぐにつなぎなさい。メーテル様、無事にご到着とのこと、まずは謹んでお喜び申し上げます。レオパルド司令、スリーナイン号が何者かに襲われたのです。報告は受けております。敵艦の識別コードを解析したところ、デスシャドウ号と判明いたしました。デスシャドウ？ハーロックとか申す海賊の船です。近頃各地で我らに盾ついておる不定の輩です。ハーロックは己の信念のために戦う男と聞いています。どういう意味ですか？武装のないスリーナイン号を襲うような卑怯者は他にいるのではありませんか？私をお疑いですか？プロメシウム様に忠誠を誓い、真っ先に機械の体となったこの私を。司令、許しておくれ。メーテルは少し気が立っているのです。私はあなたの忠誠を疑ったことはない。もったいないお言葉。これからもラーメタルの守りを頼みます。はっ、我らがスペースパンツァーにお任せを。何事です？レーダーが正体不明の飛行物体群を捉えました。飛行物体？ 95% の確率でメテオショルによる攻撃と思われます。なぜ、一体何者がこのラーメタルを。レオパルド司令。はっ、直ちに帰還しメテオシェルを撃破いたします。お願いします。バンバレル。はっ。全艦に命令だ。ラーメタルへ戻るぞ。予定通りでございますが。なぜ、一体誰がこのラーメタルを。お母様、私はこの星のすべての命を救うため自らの命さえ投げ出したというのに。プロメシウムをやっつける。あの少年が正しいのか。お母様、お疲れのようですけど少し休まれてはいかがですか。そうですね。地表に到達します。レオパルド司令は何をしているのですか。未だにこの空域まで達していません。もうしばらくかかりそうだとの報告が。それでは間に合いません。お母様、お母様はどこ。お母様、すぐにこちらへお戻りください。緊急防御システムが発動できません。これは報いなのですね。私のしたことを思えば許されるはずがない。私は裁きを受けましょう。神にすら見放されたこのラーメタルにもはや未来はありません。お母様、危険です。早く逃げてください。ラーメタルを頼みましたよ。お母様！